オールスター前最後の1週間ローテ予想です。雨天中止の影響や月曜日に試合があることから変則的なローテ再編成となったんだけど、日曜日に先発予定だったクリス選手がスライドせずに次の日曜日に回ることが決まったそうだから、月曜日からアドア選手、森下選手、玉村選手、金曜日から床田選手、大瀬良選手、クリ選手で確定かな。玉村選手はスライドがどう影響するかじゃな。雨が続くとベンチワーク的にも大変だよね。カープは現状2位なんだけど、首位とは 0.5 ゲーム差、3位 DeNA とも 0.5 ゲーム差、4位阪神とも1ゲーム差だから、もう一つも落としたくない1週間になる。週頭のカード DeNA 戦は登板間隔の空いたアドア選手、玉村選手がどんなピッチングを見せてくれるかがこのカードの鍵を握ってそう。東選手も登板が予想されるしの。強力な DeNA 打線を抑え込むピッチングを期待したいね。阪神3連戦には床田選手、大瀬良選手、栗選手の先発3本柱で臨む。床田選手はここ2試合は序盤の失点が目立つものの、結局クオリティスタートを決めるから頼りになるし、無双中の大瀬良選手、そして十分休養があった栗選手とつなぐ必勝ローテで阪神に勝ち越したいよね。投手戦になるじゃろうがの、勝ち切りたいわい。ビジター6試合しっかり勝ち越してオールスターブレイクを迎えたいね。ということで、ラスト1週間のローテ予想でした。